やー来ました。でかすぎますよね。でこれ実はこれで100円なんです。熱いんですよこれ。結構お得な物件が多いんじゃないかなっていう風なあのエリアで言われてます。不動産投資を学ぶなら楽町、ここは千葉県印西市になりますが、まず申し遅れましたけど今日旅をします、航空旅行アナリストの鳥海高太郎です。よろしくお願いいたします。今日はですね北総鉄道千葉ニュータウン中央駅に来ております。いや今ねこの楽町の賃貸経営マップっていうのを見てるんですけど、これすごいな、なんかいろんな情報があって、人口を見てるんですけど今これ印西市 10.3 万人ということ でこれねボタンを押すと過去の、どのぐらい今増えてるかっていうこととか、あと、今後どのぐらい増えるかっていうのが全部出てくるんですけど、実は印西市10万人を2020年に超えたということで、今ねもうかなり人口が増えているという、まあ、そういったような感じで、まあ、将来的にこれもっと増えるだろうというふうな予測データというのも出ておりますが、実はここ京成スカイライナーをまあ走っていて、これ成田スカイアクセス線に直接行きますので成田空港まで1本で行くことができる。でこちらの駅はそのアクセス特急という、まあ、列車も止まりますので、特急列車止まりますので、これを利用するともう本当に日本橋から50分ぐらいで来ることができますので、まあ、注目の場所になってますので、今日はそこをちょっと、まあ、散歩しながらいろいろ美味しいものも食べたりしたいなと思います。では行ってきます。それで最近のねいい街のね一つの傾向としては、 駅前にショッピングモールとあとビジネスホテル、これがねあるところが結構重要で、例えばお友達が来た時とかに泊まるような場所っていうのも、あるっていう、そういったところも非常に便利ですし、ビジネスホテルあるかないかって意外とね、街選びのところでもいいのかなっていう、そんな感じがありますし、この鉄道の便が非常にいい街なので、むしろ車持たれてこの周辺で動くのはいいと思うし、あとそのショッピングセンターとかホームセンターとかそういったのがすっごい充実してて、結構お得な物件が多いんじゃないかなっていう風なエリアで言われてます。やっぱり成田空港までつながったことで、今まで各駅か、まあ、ちょっとそれプラスアルファちょこっと早いのがあっただけだったのが、今アクセス特急っていうスカイライナーの次に停車駅が少ない無料で乗れる特急があるので、まあ、それをねうまく使うともうかなり時間が短くなったっていうね。この千葉ニュータウン中央の駅の周りすごいマンションもいっぱいあるんですが、いろいろ駅の近くもあるんですが、ちょっと離れててもこうやって駐車場が24時間600円、ここで駅から歩いて今 3,4 分ぐらいの場所になりますが、ちょっと駅から離れた物件であっても、まあ、車で来て止めるっていうことも全然できますので、いや24時間600円はかなりお安いと思います。でも最近若い人多いですよね。若い本当やっぱりお子様がいてっていう感じの子育て世代がここら辺は多いかなと。で一方で結構シニアもここいて、なんかもう早いうちにそれこそ 2,30 年前にもう買って、でそれからずっと住み続けてるっていう方もいるので、賃貸需要でいうともう一個は結構成田空港で働いてる方のもここら辺住む人もいるので、そういった需要っていうのも当然あるし、まあ、一方で都心に、まあだからやっぱり家族持ちで少しでも広い部屋に住みたいっていうところでの賃貸需要っていうのはあるかなっていう感じはしますね。印西の気になるところは、都心まで車で行くのはすごい時間かかる、確実に電車の方が早いという、やっぱり高速までの道も、まあ、国道16号使うとか、まあ、四つ街道使ういろいろ行き方はあるんですけど、結構この外は日常渋滞するところが多いので、ちょっとその辺の懸念はあるのかなと。それとあと最近通勤も含めて、あと成田空港行く人も含めて電車が混んでる、座れないことがやっぱりちょこちょこあるので、まあ、そういった点はありますが、ただまあ乗車時間が短いんで、
うん、その辺は逆に、まあ、クリアできるかなっていうのもありますよね。こちらは千葉ニュータウン中央の駅から歩いて、10分もかからないぐらいの今場所におりますが、実はこの印西市、いろんな企業のデータセンターがあります。で、IT 企業もそうですし、あと金融系とか保険会社、そういったところの、まあ、データセンターを、この印西市に、まあ、この一帯がそういうふうな形になっています。というのもなんか調べてみると結構ここ地盤が強いみたいで、まあ、地震も確かに印西この周辺で地震の災害ってあんまり聞かないですし、災害もそんなに確かに多くない、地盤がまあ強いんだなっていうのは聞いて納得ですので、やっぱりそういった危機管理の部分においての役目も果たしているし、で、この町はね結構そのデータセンターとあともうちょっと車で行くと結構物流の拠点とかもあって、もう世界の名だたる、まあ、日本の名だたる世界の名だたる企業の、まあ、施設があったりっていうところで、そういったところで言うと結構街のブランドを上げてんじゃないかなっていうふうに、基本的にはやっぱり危機管理のことがあるので、そこ狙われないように企業名隠しているっていうのは、まあ、これは一般的なあのところで、特にどこにあるかっていうことも隠している場合も多いですので、どうなのかな、これ結構求人なんかもあるんでしょうね。そうだ、この辺住んで本当に、ね、ここで例えば主婦の方がお仕事探すとかっていうのもあるんだろうな、きっと。今印西牧之原駅から歩いて 7,8 分ぐらい来たところにおります。商業施設というか、千葉県に住んでる人からは有名なジョイフル本田もすぐ目の前にある場所なんですが、この一帯はねすごい一戸建ての家が多く、立ち並んでいます。どちらかというと千葉ニュータウン中央駅の周辺に比べると、こちらの方が一戸建てが駅から近いところにあるかなっていう、そんな感じの印象になっております。結構静かな街だし、なんか雰囲気は非常にいいし。収益物件数ナンバーワン不動産投資を始めるなら楽町アプリ、楽町で検索。いや、印西市の方いろいろと巡ってきましたけど、ちょっとね駅から少し離れたところなんですけど、行きたい食事どころがありまして、結構ねテレビとか YouTube なんかでも流れていて、で今日結構ねいろいろ歩いたりちょっと回ったりして、今お腹空いてます。というかお腹空いてる状況でここに到達したかったっていうところなんですけど、お、見えてきた見えてきた、ここにあるラーメン定食とんきちというお店なんですけど、これから行ってみたいと思います。いやー、え、ライスチャーハン大盛りおかわり自由、ん、何ですかそれ。ライスのおかわり自由は聞いたことありますけど、チャーハンのおかわり自由って何なんですかね。ちょっとじゃあそれ行ってみたいと思います。じゃあ、あとメインはこれ、うん、おすすめのミックスフライ定食にしてみようと思います。おーしか出ない。おお。え？いやー、来ました。ちょっとねこれ調べてはきたんですけど、想像以上に、なんだこれ、この量ちょっとでかすぎますよね。でこれ実はこれで800円なんです。そしてチャーハンもおかわり自由ということになりますが、チャーハンのね量がもっと少ないと思っていた。あの半チャーハンのつもりで、半チャーハンがこれおかわり自由なのかと思っていたら、普通のご飯茶碗よりも全然大きいですね。じゃあいただきます。これね、このカツをね、フライをチャーハンの上に乗せるっていう、ちょっとねこれある意味贅沢な感じで、そう、一口フライを食べてからのチャーハン、いやー、これはボリューミー、そしてもう一口でちょこって熱いんですよ。これね揚げたてで口の中で熱って感じで、
やーちょっとねもう最初から苦戦したかなっていう感じですけど、ただ揚げたてはやっぱり美味しい。そしてこれもう大きく、もうこれねスプーン用意しとけばよかったかなと思っててそうせっかくならこれ箸じゃなくてスプーンでチャーハンを食べた方が食べやすかったかなとも思います。はあ、もうこの時点で結構はあはあ言ってます。そうコロッケもね2種類のコロッケがあって、うん美味しい。コロッケってやっぱ時々食べたくなるよなと。でまたコロッケ食べながらチャーハンなんだそれっていう、ちょっとこの体験ってなんか今まで意外とやってそうでやってなかったなっていう、結構未知なところがまああったのかなというふうには思います。値段が800円という意味が分かんないです。はっきり言って2000円でしょ、どう考えたって。少なく見積もってもチャーハンおかわり自由でこのフライの量で2000円は取ってもいいのになっていう。800円とか1000円いかないことがありえない。で、これ、今ね、僕今結構海外旅行の物価高の話をするんですけど、今の為替からすると、6ドル ?5 ドルから6ドルですよ、これ。6ドルで、これを、ご飯込み、おかわり込みで食べられる国って、先進国では少なくとも聞いたことがない。で途中でもうお腹がいっぱいになりすぎたので、スタッフの方にもお手伝いしていただきながら最後まで完食をしました。ですがチャーハンは不本意にもおかわりできずという、ちょっとねフライとこのチャーハンのバランスをちょっとどう考えたらいいのかっていうのが、これがちょっと今日の、まあ、課題だったかなというふうに思います。3人前かなこれ。いやこれでも美味しいからいいですよ本当。やっぱ美味しいっていうのは何より大事だなっていうのは。で実はこの日はですね、結構テレビのコメント依頼が殺到した日でありまして、途中で撮影をリモート収録をしながらご飯を食べるという、そして街歩きをするという、まあ、感じになりましたけど、まあでもご飯はゆっくり食べられてよかったです。まあそういったところで言うとここでちょっといろんなお店も結構この周辺ホームセンターとかスーパーとかいろんなところあるので、ちょっと買い物しがてら、自分へのご褒美でちょっとデカ盛り堪能してみてもいいのかなと思います。次回は違うものを頼んでチャーハンをおかわりすることを目標に頑張りたいと思います。なんとか2人で完食しました。ごちそうさまでした。